今日はですね、ゴーヤーでクリームパスタを作っていきたいと思います。まず、ゴーヤーを炒めます。ゴーヤーは苦味が強いので、よく炒めた方がいいですね。まずゴーヤーを、炒めます。ある程度炒まったら酒を入れますね。途中、ジャガイモを入れて煮込んでいきます。あと生クリームを入れます。今回結構酒を結構入れてますね。酒を入れることによって、旨味が増幅されるので、もし、ブイヨンとか何もない場合は酒を入れて煮込むと旨味が増幅されます。このままジャガイモに火が入るまで煮込んでいきます。あとこれでソースと絡めていきます。途中、鶏肉とあとチーズと入れました。こんな感じでうまくからんだら完成ですね。はい、こんな感じで完成になります。どうもご視聴ありがとうございました。